はい、こんにちは。先日栗原小国戦どうでした？いや、すごかったね。これすごい、もうまさにだよ。ボクシングマガジンがさ、ツイッターでニュース流すじゃん、残念無念名勝負も予告編までって言ってさ、いいよね。さすがですね。これもうサムネで使うかと思ったの、ハイライト動画。あの、ほんとそうだよね。やってか、やっぱ雑誌やってる人たちのキャッチコピーというかね、その能力すごいね。すごい、本当にその通りだよね。でもそれまでの4ラウンド、いや4ラウンドの途中で終わっちゃったのか。まあ残りほぼ20秒弱だから。そうだったね。こんなヒリヒリした試合久しぶり。村田ゴルフ金戦とはまたちょっと違ってね、あの試合も当然そうだったんだけど、国内の試合で言ったら、俺本当に試合見てて、これ年間最高試合なんじゃないのかなと思ったの。いや、もう4ラウンドまででもいいんじゃないの、別に。本当に。でもさ、何なんだろうね、こうやっていろいろこの試合に関してはちょっとどうなるみたいな喋った動画とか話してたじゃん。で、恵比寿は恵比寿で小国選手のことをよく知ってるしさ、で俺らはその栗原啓太の試合を見続けてきたわけで、A サインの興行でさ、だからお互い知ってるじゃん、どういうボクサーか。で、俺も小国選手の試合見てるし、恵比寿からの話も聞いてるしさ、だからより一層そうなのかなと思ってね。まあ、たださ、その映像で見返すと、やっぱ小国選手じゃない、その採点表的にもさ、ただこれは本当に現場で見てなきゃあんまり伝わらないのかなって思ってしまった。そうだな、あの栗原選手の、ヒヤヒヤ感というか、やっぱり見返しても小国幸則うまいなっていう印象だけど、これ現場だと、いや全然だったよね、うまいんだけど、もういつどうなるかわからないっていうね、その緊張感があったじゃん、常に。いや、本当ギリギリの綱渡りをしながら、やっぱボクシングしてるように見えた。だからそのお互いの長所がさ、お互いこういうボクシングをするっていうのは分かってるわけじゃん、でその通りだったじゃん、試合が。ただこの中盤から後半にかけて、それこそ栗原君のあの試合終わった後のインタビューは、そのやっぱ中盤から後半にかけてどんどんやっぱ動きを読まれていく可能性があるから、前半でダメージを与えたかったみたいなニュアンスのこと言ってね、もう正確には読んでないけど、そのでもあれで4ラウンド目栗原君のパンチがさ、ガードの上でもさ、どんどん取られ始めて、いいタイミングで振り始めてたじゃん、で逆に言ったらその3年っていうブランクを全く感じさせなかったけどもさ、大西選手の方試合を見てる限りはね。ただやっぱ中盤から後半にかけてさ、どうなっていくかっていうのはさ、こっから出てくるかもしれないしね。だいろんなお互いの不安要素もなんとなく漠然と分かってたからさ、こっからどうなるんだろうってとこだったよね。俺もう2ラウンド終わった時点で、これあと8ラウンドやろと思ったもん。いや本当そう、ね、この空気の中で、いや生っていいね。いやいいですね、やっぱ直接見てないと伝わらないものがあるなとは思った。リングサイドのあのカメラでも伝わらないよね、ということでぜひ次は会場へお越しくださいということでね。はい、その2があるかどうか分かりませんか、分かりませんけどもちょっと何技術、じゃあ試合を実際にちょっと振り返ってみて、技術的なところをちょっとピックアップして解説じゃないけどね。小国選手はこうやってリングを動いてるわけで、自分から動くわけで、それに対して追っかけていくわけじゃん。追っかけようっていう気持ちが強すぎると、どん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 その気持ちで、ちょっと重心が前に行きすぎたりして、強いパンチが打ってね、で近づきすぎると、打とうと思って近づきすぎると、自分が強いパンチを打つスペースがなくなっちゃう。今回はしっかりどっしり構えながらさ、自分の強打が打てるスペースを残しながら、追いすぎずに。だからそれは前々回の井上拓真戦で、もうだからもう本当にそういう経験から来る、だから、ね、課題として、ちゃんとそれを課題として練習してるみたいなことはね言ってたからね、でまああのトレーナーの田中さんも言ってたからね、追い方が良くなってると。そう、あの PV でもさちょっと流したり、そうだね、追いかけ方っていうプレッシャーのかけ方。ただね、そのやっぱりでもこのリングの中の足の使い方じゃないけれど、それはやっぱり小国選手の方が一律の長があるなと思った。実際これ動いてやった方が絶対伝わるけどね。いいよ別に。いや俺ちょっとちゃんとやんなきゃダメってこと、一回切った方がいいんだよ。例えばだけど俺が右に行く、
右に一歩行く、そしたら自分もう一歩行くんだよ、一歩行く。でこれでもうタイミングを測ってるから、例えばここのタイミングで打ちに行く、自分からしたら左足後ろ足、左足後ろ足、左足の時にもうやっぱりなんていうんだろう、その瞬間っていうのは反応が遅れるから、だからバンって打ちに行くと反応できないじゃん、で反応したとしても避けたとしてもおそらくもうこうなったりすると思うんで、それはもう自分の反射神経で避けるしかないから、だからもうここからこう、例えばだけどあるシーンではここからダブルジャブを打ちに行く、ヒットはしてないけれどもそれによって崩されて、でもう一回そこから仕切り直しになるわけじゃん、そしたらまたこっちはこう動きながらまたこう散らそうとかっていう風に、自分が先手を取ってる、先手を取ってボクシングを作ってるってイメージだよね。また行けるぞ、また行けるから、また腰落として、タイミング。例えばだけどボディ、まあちょっとそういうシーンがあったか分かんないけれども、ボディ打ちに行くときもそうだと思う、相手のボディを迎え撃つときも、例えばだけど一歩引く、左右のストリートボディと、うん、俺が左ボディで迎え撃つ、はい、あのよくあるシーンじゃん、うん、相手が打ってきたところ左ボディで迎え撃つっていう、うん、それもここで止まってて打ってきたのをボディで迎え撃つっていうよりも、引いてしたら追っかける、おっ、だからもうこの時点で入んなきゃダメだね、うんうん、この時点で入るには先に自分が誘導しなきゃダメじゃん、うんうん、ここで止まってた状態でって言ったらもう多分反応できないと、で自分が誘導してるからもうほぼ同時に頭を入れて打てる、うんうん、だから常に先に自分が動いてる、これね、この付近とかもやると思うけど、左にジャブを打つことによって相手はこっちを受けるから、最初からもこっちに打ちに行く、例えば左フックを見せる、左フックを見せたら2発目は当てに、だからこれを打ちに行く、これはもう2発目のための捨てっていうよりももう誘導するパンチだね、2発目に。これでもこれに対したらこれかこうじゃない、こう来たらで自分がこっち、それも足を見ながらになるんだ、だからもちろん左フックに対してこっち取れたら俺はいいと思うんだけどね、こっから打てれば背中取れるからいいと思うけども、取られないように自分が先にこっち回りながら打つ、ああなるほど、ああでもそうしてる、そうそうそう、だからジャブ打つ時もこういってこうじゃん、まあこれがだからまあ感覚的にやってる選手もいれば、それをしっかりまあ感覚的に少しずつ分かってくると思うんだよ、もう何年もキャリアを積んでいけば、あとはもうこういうのに気づいてそれを自分で作っていく、まあみんなある程度こういうことを考えながらはやってると思うんだよね、だから追っかけすぎると良くないっていうか、そういうこともだから、なんていうんだろう、こうやってプレッシャーかけながらスッてバックステップを入れたりする、例えばドネアとかそうじゃん、ガーッてプレッシャーかけてスッ自分からバックステップを入れる、あれをやられると今度逆に足を使ってる方が引っ張り出されるみたいなさ、あなんか距離的には強打打てるだろうなっていうポジションの時に、なんか打たないでこうやってじっと止まって見る瞬間とかあるじゃん、あのちょっと間があるよね、うん、ちょっと間を作ったりするよね、あれがね俺は倒す選手だと思う、なんて言うんだろう、相手の来るっていうタイミングをちょっとずらすっていうかさ、もうそれがナチュラルになってるのかもしれないけど、まあもしかしたらどこ打とうかなと思ってやってるか分かんないよ、分かんないけれども、ちょっとタイミングをずらす、ワンツーフックじゃなくてワンツーフックとか、僕さんもリズムでディフェンスするからさ、パパパパこうやってリズムでディフェンスするから、そこでちょっと間を置く、右から左を返すにしてもババーンって返すというかバーンワンテンポ遅れてから左フックを返すとかさ、そういうずらしっていうのはこれはもうどうなんだろうね、天性のものなのかな、
それともこうやって倒してって倒しながら覚えていくものなのか。まあでもなんだろう、どっちにも土がつかなかったっていうのはね、ちょっとほっとした自分いる？え、ぶっちゃけいる、うんうん、っていうかやっぱり2人とも知ってるっていうのもあるしね。なんかこのああいう形で終わったにしては勝負台無しになったよとかさ、なんだよこれっていう感想ではなかった。あ、それはないな、うんうん、だから予告編だからこの間盗むね。何？盗むね。今回メンバーシップというものをですね始めさせていただきます。メンバーシップ内では特に海外で活動する僕たちの舞台裏っていうのをどんどん、提供していきたいと思います。